にちは、チーフの三浦です。3月9日、本日のメンテ TV を始めます。本日の新着物件が5件、見学情報1件ございますのでご紹介させていただきます。ちょっと多いんでですね、駆け足になります。3月9日のところ下から参ります。 ND ビュー、こちら 2LDK タイプ6万8000円が6万5000円。まだ入居中で、すみません、写真がないんですけど、いつも、決まる、入居中に決まっちゃうんでですね、ちょっと写真が撮りいけないんで止まらないですけれども、今回は撮りいけそうです。続きまして、新着の物件になりますけれども、ありがとうございました。どうもありがとうございます。はい、すいません。アルバ C、 こちら昨日もですね、アルバ C 紹介させてもらいましたけれども、昨日は中部屋、今回、2階角部屋になりまして、1000円プラスで4万8000円、こちらの空き予定も出ました。推しの村、アイリーライフ B、 こちらはですね、角部屋があったんですけれども決まりまして、この中部屋ですねの空き予定が出たというところですね。決まって出たところが多いですね。こちらも、富士河口湖町勝山、こちらの物件ですけれども、ペット科の戸建てありました。このですね C っていうところが空いてて決まっちゃいまして、今度 K が空くということでですね、出ております。はい、富士吉田市下吉田、こちらもペット可能な物件でございます。こちらの建物ですが、ワンフロアにですね、4部屋ございまして、それぞれですねちょっとタイプが違うということで、今回は201号室の2階最上階角部屋というところでですね、 2SLDK というこちらのタイプですね。ここから下になりますね。はい、ちょっと東に向いてますけれども、1号室タイプはこう南に窓があるんで一番いいところですよね。小型犬と猫のペットの飼育が可能になります。小型犬ですとですね、こうちょっと見えますかね、こちらにもペットは行き来できるドアがありますんで非常に面白いですよね。はい、でこの物件、こちら隣に見えているのが大型の薬局、ドラッグストアですね。でその隣にも大型、スーパー荻野がございます。すごい便利だと思いますね。次行きましょう。最後、アルトピアーノ、こちらもかなり人気の物件ですね。辰ヶ丘にございます。 2LDK 6万円。はい、
こちらの物件も大型スーパーの近くということで、いつもあさんですねの近くになりますんで、まあ、非常に立地がいい、かなり人気の物件でございまして、空き予定が出ました。2階のタイプの 2LDK、 こちらですね。写真は30枚ぐらいあります。参考にしていただければと思いますね。はい、ちょっと多かったんで詳しくは説明できませんでしたけれども、この辺で終了しますか。はい、いつもの月よりですね、物件の入荷は多いですけれども、当然決める方も多いんでですね、入ってきてもすぐ決まっちゃう、ホームページ見ても分かると思いますけれども、結構見てる物件は皆さん見てるんでですね、ホームページから消えると急に問い合わせが来たりします。この物件ないですか、決まっちゃいました、よくあるんでですね、ちょっと気になった物件があれば早めにご連絡を寄せた方がいいと思います。ちょっと急がせるわけではないんですけれども、まあ、実際の状況はですね、そんな感じで、